今日は IWI という台湾文具のメーカーさんの本のような箱に入った万年筆を提供して頂い,いたので開封していこうと思います透明なケースに覆われているんですけれども開けるのに苦労するほど厳重な梱包がされていましたこちらは専用の缶ケースとなっています 中にはペンを入れる巾着袋とインクを吸引するコンバーターが付属していました。前回紹介した革と真鍮の万年筆のケースとはちょっと違ったデザインとなっていますね。そしてカートリッジインクが6つも入っていました。正直付属品や箱にお金がかかりすぎていて、肝心なペンの品質が落ちてしまっていないか心配なんですけれども、実際にペンの方も見ていきましょう。 今回紹介するのは台湾の筆記具メーカー IWI のシビライゼーションのエンシエントエジプトという万年筆でございます。直訳すると古代エジプト文明ということですが、ピラミッドの中を探索したら見つかりそうな万年筆ですよね。軸がすべて剥き出しの真鍮でできているということで、ただならぬ風格を感じます。 最初からあえて酸化させているのでくすみがかった表面となっていて派手というよりかはヴィンテージなデザインとなっています重量は 43g となっていて実際に持ってみるとかなりずっしりとしています自分が持っているペンの中で一番重たいんじゃないかなと思うほどでかなり所有欲を満たしてくれるんじゃないかなと思います六角形の軸というのがさらにゴツゴツ感を増しているような感じがしますね ペン先はドイツのピーター・ポック社の23金のメッキが施された鉄ペンとなっていますしっかりと金色の軸に合わせたようにペン先はゴールドプレートがされているので統一感があって台湾らしいさすがといったデザインですロゴは長く使っていくと消えてしまいそうなぐらい目立ちにくいんですけれどもこれぐらいの方が真鍮の味というのをうまく引き出せているんじゃないかなと思います IWI はインターナショナルライティングインストルメントの略で国際筆記具という意味があるんですけれどもかつては欧米の筆記具メーカーの OEM を手掛けてきた実力のあるブランドでその技術を用いて台湾だけでなく世界へ進出している最中のブランドとなっています日本でもヨーロッパでも見かけないような個性的な台湾文具っていうのはこれから勢いを伸ばしていくんじゃないかなと思います では本日は、親切な6個入りのカートリッジインクから一つ使って字を書いていこうと思います。ミンクが出るのを待っている間はペン先のデザインについて見ていきましょう。 しっかりと IWI オリジナルの刻印がされています。シビライゼーションシリーズのペン先は国語その EF のみとなっています。ちょっと気になったのがキャップと軸の型付きですね。インクの乾燥はそこまで気にならないんですけれどもカチッと言わないタイプなのでジャラジャラした筆箱に入れていると勝手にキャップが外れて筆箱の中が漆黒に染まってしまうっていうことがもしかしたらあるんじゃないかなと思うとちょっと心配です。 では、インクがペン先まで浸透したので書いていこうと思います。カトリッチを差し込んで1分足らずで書けるようになりました。結構早かったですね。実際に書いてみるとかなり滑らかです。ペン先のイリジウムが自分の持ち方に合うようにしっかりと加工がされていて、フローもかなりいいので書くのがすごく楽しいです。極細のペン先なのでキャンパスノートでも全然書けたので幅広く使っていけるんじゃないかなと思います。 ペンの重量もかなりあるので、そういうのも滑らかな書き味に影響していて、自分が期待していた以上にいい書き味でした。ただ本当にこれだけは気をつけていただきたいなというのがありまして、それが金属の匂いですね。剥き出しの真鍮となっているので、大きな五円玉を手全体で触っているような感覚です。 ただここまで来るとそんなのを気にする次元じゃないのかもしれないですね。今回の剥き出しの真鍮のモデルは6月8日に発売されたばかりの新色なんですけれども、色違いで塗装されたモデルもラインナップされているので、金属の匂いが苦手な方はそっちの方がいいんじゃないかなと思います。値段なんですけれども、8800円となっています。鉄ペンで8800円はちょっと高いなと思ったんですけれども、 梱包のこだわりだったりペンの質感やデザインそれから持ってみた時の重量感とか書き味とかを考えると8800円以上の満足感が得られるかなと思いました IWI のインクのフローについては個体差があるかなと思います実際に前回紹介したハンドスクリプトの万年筆は最初全然インクが出なかったのでもしかしたら個体差によっては最初全然出ないということもあるかもしれないです ただハンドスクリプトの万年筆も調整したら本当にスラスラ書けるようになったのでちょっと報告させていただきました近辺と比べたら柔らかい書き味というのは楽しみにくいんですけれども鉄ペンはガシガシ描けるという安心感が魅力なのでクオリティが高い鉄ペンをお探しの方とかには向いているんじゃないかなと思います巾着袋の裁縫はちょっと雑でしたということで今日は IWI のシビライゼーションのエンシエントエジプトの開封でした 金属の匂いというのは本当になんとかしないとなという感じなんですけれども味があってなかなかいい万年筆でした。カフェコンもこんな感じの剥き出しの真鍮の万年筆を販売しているのでちょっと気になっております。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。